皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと渡るです。今回はですね、私のやりたい企画をやってもいいですか？何？私の大好物と言ったら、ハム。違うわ、ランチパックということでですね、うん、こう見えてダイエット4日目に突入したんですけども、ね、するっつってたよね。そう、いろいろしてたんだけど、やっぱり今ずっと引きこもってんじゃん、うん、だから、もうちょっとリアクションしてや、ちょっと。なんだこの温度差は。はい、来ました。今回ですね、43パック買いました。で、総重量約5キロでございます。え、これ全部食べるの？なんですけども、うん、今回ですね、私個人的にもランチパック食べたいんで、うん、まあ我々は、まあ普通の一般人ですよ、うん。なので、無理やり大食いできない人間が大食いしたところで、後半見苦しくなるじゃん。ああ、確かに。辛い辛いって言ったって。そうね。まあ私の考えでは、うん、美味しく食べながら、どっちが長く食べれるか。これなんて言えばうまくまとまる？対決名。どっちが長く美味しく食べれるか持久戦、ランチパック、絶好出る種類、みたいな感じ、うん。いいんじゃない？いいか、うん、はい。社長いるじゃん、アパホテルの。マジで？ほら、アパ社長いるじゃん。すごいね、アパホテルって、ね、社長何パンもやってんの？40何種類もあるの？てか、そう、8種類ぐらいあるの？だから約8000分ぐらいだよ。8000円？8000分ぐらい。すごいね。個人的に好きなのがピーナッツと生チョコレートホイップ、あとはいちごジャムマーガリンとか。すごいね。待って、これやばいんだけど、ジャガバターだって。これ食べたい。え、すごい、待って、これ何？やばい、見てください、ミルキーとこのなんかブルドックソースのコラボ、なんじゃこりゃ。見て、これやばくない？今回ですね、ずっとランチパック食べっぱなしだと口なんか乾いちゃうから、パッサパサになるね。はい、うん、私がですね買ってきました。学生時代を思い出すかのように、塚田フルーツミックスフルーツジュースと、うわすげえこれ、あとコーヒー牛乳、うん、いや最高だなこれ。じゃあお互い同時に食べよう。だから早い方にペース合わせるって感じ。食べるの？うん、やっていくか。じゃあいきます、うん、一斉のせ、いただきます。いただきます。あ、じゃあ乾杯する、とりあえず。そう、じゃあ私はこのフルーツミックス。うわー、風呂上がりに飲むやつやん。じゃあ飲んでいきます。俺はコーヒー牛乳。うん、なんか中学校の給食を思い出した。見てください。うわ、確かに。乾杯。いや、乾杯。はい、はい、うん、あ、これダメだ、飲み終わっちゃう一回で。あ、やばいやばい、そうだね。じゃあ選んでく。うん、照り焼きチキン。いいよ、行こう。唐辛子入りドレッシング、これ毎回見せます、こうやって。はい、俺のターン。アパ社長召喚。じゃあいただきます。いただきます。カレー&キャベツ。うん、うまっ。照り焼きチキンのペースト状になってる。これちょっとね、ピリ辛、すごい美味しい。お、結構ピリ辛だ。このね、ランチパックすごい。カレーの中にキャベツのね、甘みがめっちゃ強い、これ。ほんと美味しい、これ。学生時代よく食べてたランチパックって何？悲しい話なんだけど、うん、ランチパックってさ、種類によって値段が全然違うじゃん。うん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 。だからこういうハムチーズとか、うん、あとツナマヨとか卵とか、ああいう、まあ、150円超えないやつを基本選んでた。はい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 。悲しいけど。同じ。あら、遅くない？合わせるんだっけ。そうだよ、青木に合わせて。青木の方が早いから青木に合わせなきゃいけない。してたりしない？してないわ。してるわけないでしょ、一緒にしないで。さっきの話さ、ペコちゃん食べたいんだけど、これすごいっすよ。俺これ食べるわ。何？カツ煮風。見して、カツ煮風めっちゃうまそうじゃん。うん、はい、中身こんな感じです。ウィー、お出かけすいません、こんな感じです。カツ煮、これね、ミルキーのホワイトソース入ってるみたい。普通にカツドーン入ってる。きつくなってきた。ちょっとまだピンクですよそれ。やめて。ちょっと待って、じゃあ私次。あ、ちょっと早くついてきて、ついてきて。あ、これいこう。ジャムバター風、これめっちゃうまそう。ハチミツマーガリン王道。じゃあ、はい、恒例のばっかり。おお、なんだこれ、なんか見た目はツナマヨっぽいぞこれ。どんな感じ中身。あ、いや、あれかな。ハチミツマーガリンって感じ。じゃあいただきます。こんな一口いける。うん、ハチミツマーガリンって感じだ。あのね、ジャガバターだこれ。リアルジャガバターだ。何その手。これはね、私好きかもしれない。これ上位だな。ラザニア風3種のチーズ、名前はねえず。はい、
え、神奈川大学だって。大学とコラボしてんの。甚大じゃん、甚大。甚大な美味しさを私に見せてください。うまい。はい。なんでそんな綺麗に切れるの。俺無理なんだけど、ほら。はい、つなぐよ。それはね、あの日常生活話してないからですよ。OK。うまい。ラザニアはね、本当に、なんか最初食べた時は、スパゲッティのミートソースみたいな感じの味がしたんですよ。でも、その後から、すごい滑らかなチーズがドバッと出てくるから、なんだろう、ミートソースなの、ちょっと酸味あるじゃん。うん。全くない、なくなるんだよね。うん。チーズカレーとまではいかないけども、みたいな。はい。じゃあ次行きますよ。早くついてきてください。はい。今度は私はハムエッグでございます。恒例のパッカーン。あ、最悪だ。これ、ハムが入ってるから。切り分けですか？切りにくい。これがいいな。チキンビーンズ。豆。うん。視聴者に水に残さないよ、あんた。食べかけすみません。チキンビーンズ。うわ、すげえ。インド感あるわ。これも美味しい。もうみんなが想像する通り。卵サンドにハムが入ってるんだけど、わかりやすくて美味しい。これうまいな。腹何分目？勢い止まんないけど。マジ？うん。3倍そうだよ。10のうち3でしょ。うん。マジで言ってんの。うん。これぐらいだったら全然。懐かしい。ね。多分20年前ぐらいに1回飲ん、1、2回飲んだぐらいの。マジで。うん。いや本当にそういう経験ぐらい。ういー、はい。お疲れ様でーす。うわうまこれ。え、バナナジュースでしょこれ。めちゃめちゃうまいじゃんこれ。じゃあ何食べる？私の大好物の卵譲るよ。さっきかハム卵食べたから。はい。きつそうなシュガーマーガリン。これやばいっしょ。甘辛鶏そぼろ&マヨネーズ、こってり系。ここに来てまだ。うん。はい、いや、いやいや、ほい。見てください。あれ、本当に痛そうだ。はい、わかんないか。これはうまいね。これはうまい。なんだ、そういうことか。甘辛鶏そぼろ&マヨネーズだから、マヨネーズがしっかり効いてていいな。あれ、でもちょっとマヨネーズが辛子っぽいぞと思ったら、辛みのあるマヨネーズ使用してますっていう、このアクセントいいね。あの普通のマヨネーズだったらさ、こってりすぎて、うん、うわこれちょっと甘っとる。うん、そう甘辛に合ってるよこれ。やばい。魚肉ソーセージ風カツポテトサラダ、これダメで取んないよ。取んないって言ってない。まだ食えんの。余裕でしょ、何言ってん。はい、次はですね、こちら春キャベツのハンバーグでございます。やばくない、これ。重っ。ハンバーグ、あ、キャベツが、あ、中に入ってるわ。うん、これうまいな。これキャベツってさ、食感とかさ、どっちかっていうとブニャってくるじゃん。食感にアクセントがキャベツのシャキっていう。なるほどね。ギブ。ギブ。でも美味しく食べるね。マジか。いやマジで、ランチパック様に失礼だからカミングアウトします。オッケー、わたるくんはじゃあここまでピピー。じゃあわたるさん、これちょっと数えてくるね、パック。自分がそう食べた量わかるじゃん。いやすいません、マジで平気なのまだ。うん、すげえな。リアルに平気。いやだってなんかランチパックが最初仲間に見えてきて、今敵に見えるもん。13、14。ほんと？うん。ってことは7パック食べたんだよ。7パックか。で、だいたい1パックのあたりカロリーが平均で300から400でしょ。うん、300ぐらい。だいたい平均2000キロカロリー食べたんでしょ。あー、でも結構食べたかもね。成人の1日の摂取量じゃない。そう、昔からさ、すっごいいっぱい食べさせられたの、親に。小学校から1キロのステーキとか食べてたの。マジで？リアルに。贅沢やなぁ。野球やったから。あ、要はタンパク質とかね。そう、なくても、子供にはいっぱい食べさせるっていう、なんかそういうスパルタの親で、いいね、中学の時とか、あの焼肉14人前とか。すごいね。どうしよう、待って、まぁ、あ。服装悩んでる女子じゃねえんだから。サバマヨいきます。食べるこれ、うん。絶対美味しいと思う。はい、サバマヨです。さっき言うの、俺がクソ弱々しいやつやん。ツナマヨとはちょっと違う、また。まあツナとサバだからね。違うよね。うん。より魚感ある。痛いの分かる。なんかあの、ツナマヨの味濃い版みたいな。
ちょ、以前ね、私失敗したんだよね。大食い YouTuber、ロシアン佐藤さんとのコラボで、まぁ、あ、ちょっとこれ、裏の話なんだけども、うん、大食い素人、VS 大食いのプロ、うん、一緒に食べ歩きをしたらどうなるかみたいな。絵面的に、もう片方が超いっぱい食べて、平気な感じ。で、片方が、まぁ、あ、私だよね。もうなんか大食いの人についていけないよ、もう、みたいな。なんかそのデコボコ感を見せたら面白いんじゃないかと私個人的に思ったの。うん、だから私は、大食いのその YouTuber 佐藤さんのチャンネルで、常に、みたいな感じでやってたの。したら、すっごい叩かれて。で、思ったのは確かに、YouTube の動画見るときって、だらけて出るのも、なんか、なぁ、みたいな、なんか思ったんだよね。後から自分で見て。だから、なんかあんまり私は、みたいなのは、あ、でも本当にうーんってなってるからさ、あれなんだけど、私は別にうーんってならないレベルの、別にそんなに苦しいって感じないのに、もうわざと、みたいな。演技だったんでしょ？うん。だからそれが失敗したなっていう。ちょっと私ずっとこってり系連発してたんで、そろそろ甘いところ行こうかな。ジャム系がめっちゃ良さそう。リンゴ。え、これめっちゃいいじゃん。カナさん、カナさん。はい。もうちょっと、これ以上の差広げられると、ちょっとメンツ立たないんで、降参してもらえないですか。もういいでしょ。リアルなテンションそれ。いや、もういいよ。恥ずかしいもんだって。こんだけ差広げられてさ、何あいつみたいになるじゃん。いやでもそれは人それぞれですから、あの胃袋の大きさ、性別とは関係ないですよ。ああ、てか、まあね、うちらもともと同じ。まあでも、笑う。降参してくださいよ。お願いします。ちょっとこれ、あの、一応だけ食べさせて。いや。わかりました、わかりました。空気読みます。はい。終わりにします。ありがとうございます。乾杯です。早い。肉に続いてパンもダメでした。いや、食べるの好きだから、次は何で、挑もうかな。ワンコそばとか。いや、ワンコそばも私100杯超えたから。ああ、やめようじゃ。まあ、考えよう。はい。わかりました。じゃあ、これちょっと しばらくですね、私朝ごはんで食べていきます。めちゃめちゃ美味しかったです。いや、ほんと美味しかったです。あ、でも最後あれだよ。発表しとかなきゃ。ナンバーワン。じゃあ、ナンバーワンは、私はさっき食べた、あ、あった。はい。ナンバーワン決めました。はい、決めました。わたるくんから先に発表してもらいましょう。はい、僕のランチパックナンバーワンは、はい、カレー&キャベツ、アパ社長バージョン。おお。これはね、本当にね、衝撃だった。てか、カレーが一番大好きってのもあるし、あの、このランチパックの中にシンプルにカレーが入ってるだけなんだけど、はいはい、キャベツの甘みがすごい。だからね、本当にこれはね、いつでも食べたい。お腹いっぱいになるし、これだけで最高の一品でした。はい、じゃあ私ですね、青カノンの1位は、こちらです。うん、はい、甘辛鶏そぼろ&マヨネーズです。これは本当にみんな好きだと思う、この味は。もう大人から子供まで好き。甘辛なんだけども、こってりしすぎないように、ちょっと辛みのあるマヨネーズでバランスとってて、これがいわゆる万人受けなんだな、みたいな感じで、一番わかりやすく美味しかった。へー、ああ、いいね。ただ、本当に満足感が高かったのはちょっと番外編ですけど、黒胡椒メンチカツ、ミルキーホワイトソースっていう。やばっ。え、そんなサイズの長いの？うん、これもあった。ああ、すごい。これは番外編で、個人的に好きだったけども、うん、これみんな絶対好きだみたいなのはこれだと思いました。はい、という感じで今回ですね、私たちが買った、てか私が買いに行ったお店はですね、 JR の池袋駅の中にあるランチパックのお店ですね。そこの方にですね、3日前ぐらいかな、事前に全種類を取り寄せてもらって、何時何時に取りに行きますねっていうのを言って、今回ご用意していただいたんで、もし全種類買いたいという方は事前に言っといた方が、お店の人は助かると思うんで。はい、いや、美味しかった。美味しかったね。じゃあこれ明日朝ね、今日泊まっていくんだから、明日の朝これ全種類カメラ外で食べよう。はい、食べます。はい、という感じです。はい、今回の動画はですね、少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 あと TikTok と、私とあだるくんがやっているブログ、ノートですね、画面の下にそちらもありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。久しぶりに聞いたそれ、隣で。本当？うん。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。